ジョジョの奇妙な冒険アイズオブヘブンは今絶賛発売中の、プレイステーション4とプレイステーション3で遊ぶことができるジョジョの最新ゲームだ。各部から主要キャラクターが多数参戦し、自由にコンビを組んで戦える。ジョジョならではの様々な能力が立体的なステージで再現され、奇想天外なバトルを繰り広げる。ジョジョたちの新たな冒険が今幕を開ける。君は引力を信じるか。相手の記憶や能力をディスクにして奪い取ることができるスタンド、ホワイトスネークを操るエンリコ・プッチ。プッチのバトルスタイルはスタンド使いだ。相手の能力をディスクにして奪うことで相手の行動を制限しながら戦う。プッチが参加する戦いはディスクを奪い奪われる攻防が加わることになるぞ。スタイルアクションはスタンドを突進させて短時間自立行動させるホワイトスネーク。突進からの手動が敵にヒットすると4パターンある基本コンボのいずれかで攻撃する。スタイルアクション発動後、本体は自由に動くことができるため、スタンドとの同時攻撃も可能だ。プッチのスタンドホワイトスネークは特定のスキルで相手の能力をディスクにして奪うことができる。ディスク1枚につきスキル1つを封印する。全てのディスクを奪われると著しく行動が制限されちまうんだ。スタンドが手動でダメージを与えつつディスクを奪うスキルもらったぞ。攻撃を仕掛けてきた相手に幻覚を見せてディスクを奪うスキル幻覚だ。それぞれ異なるボタンに対応するスキルを奪うことができる。さらにデュアルヒートアタックでは一気に2枚のディスクを奪えちまうんだぜ。またディスクで相手の行動を操ることもできるぜ。スキル「お前に命令する」を食らった敵は近くにあるトラップに自分から向かっていっちまうんだ。スペシャルコスチュームを紹介するぜ。運命はここで終わりだ。仲間と繰り出すデュアルヒートアタックで強烈な一撃を決めるんだ。お前のディスクをもらう。バンダイナムコ